はい、本日はですね、視聴者さんからいただいた質問コーナーをやっていきたいなというふうに思います。ということでイエーイってね、奥で嫁蔵さんがやってくれてますが、今回はね、うちの嫁さんが皆さんからの質問を読んでいただいて、僕は答えていくという流れになっておりまして、なんでスーツを着てて、SF 不動産みたいなことしてるんかというとですね、この後スーツに似合うダウンジャケット、スーツに似合わないダウンジャケットっていうのを着用してますので、そのついでで撮っております。だからその深い意味はないです。謝罪でもなんでもないんですけどね、やりたいなと思います。嫁さんいいですか？はい、よろしくお願いします。ちょっとベルトつけてないですけどね、まあそんなこと一回いいとして、はい、じゃあ質問お願いします。動画編集の仕方を YouTube に上げてほしいです。はい、僕も最近動画編集してませんね。だからこれも動画編集してないんですけども、編集者のプロの方がやってくれてるので、もう僕がやってもレベル低いんで、多分ネットで調べた方がいいかなと思いますので、まあまたタイミングがあればよろしくお願いします。どの編集してみてここ良かったなと思うサウナ、一番良かったのは、もちろん名所いっぱいあってんけども、一番良かったのは岐阜に行ったスーパー銭湯が一番良くて、水とかサウナとかもちろんいいとこあんねんけど、そこは何がいいかって言ったら外気浴。サウナって多分一番外気浴が皆さん好きやと思うんですけど、外気浴がもう、岐阜ってやっぱ建物低いから、もう2階建てで上がもう何もないねんか。普通大阪とかやったらもうビルだらけで、ビルから丸見えやねんけども、何にもないから外気浴が素晴らしいってことで、岐阜に行った時のサウナの場所、調べてみてください。僕2日連続行こうかなと思ったぐらい良かったです。まだね、2023年にやろうかなと思ってるんで、はい、2021年、2022年はやったんですけども、2023年に、まあ、東京でできたらいいなと思ってるのが、2023か2024か、どっちか分からんけど、ちょっとまあ、できたらなと思います。やっぱ、どっちにしても、お金めちゃくちゃかかるから、ね、ちょっとお金余裕出てからじゃないとできへんからね、申し訳ないですけど、まあ、もうやるって言ったからやるしかない、走り切りましたけど、はい、それでまた、やるときはぜひ来てください、お願いします。厳島神社な、よかったかも。でも年齢によらん、20代前半で25やろ。あ、そっか、25で、あ、ちょっと観光渋いかもしれん。もうちょっとアクションアクティビティやった方がいいかもしれん。まあメッシやったらにしよう、観光地ないわ。メッシ、もう観光地は多分年齢によって違うから、大阪前とか多いな、うん、安くてうまいとか多いでよ。他の東京とかは値段高く出せばうまいとかあるねんけど、大阪は基本的に安い値段やけどうまいっていうとこが多いよな。結局はまあ大阪か。大阪おすすめです。意外と飯屋いっぱいあるから、うん。俺から言うんだけど、君から見てると俺も昔の人いてる？そう、おらんやな。まあ興味ないしな、そんなな。俺が誰を目標にしてるとかそんなこと興味ないしな。ああ、してません。特にいてない。もちろん素晴らしい人はいっぱい世の中にいてるけど、自分とはまた違うかもしれない。ホームラン61本打てる腕と168キロ投げれてメジャーいける腕、どっちの腕が欲しいですか？俺その質問さっきパッて見てやんか、もうすぐにピンときた。61本打てる腕、なんでかってピッチャーは消耗品やから壊れるから。長くやっぱ生きよう、長くやりたいやんか。 YouTube もさっきの長く、あいつまだ残ってんのかって言われながらやりたいから。ワンノバ、うん、買い足してるやろあれ、うん、ワンノバっていうやつです。ずっとあるよね、うん、ずっとあるって、ずっと買ってんのよ、うん、ワンノバっていうやつね。ワンノバ下着で調べたら多分出てくると思います。そう、最初は案件からもらったから、案件臭くなるからセカンドで言わんかってん。もう僕は履いてる下着ありますって、最初は案件からもらったけど、もう今は自腹で買ってますって言って、でもそこで言ったら案件や、だからもう言いませんって言ったら、あの何人か教えてくださいって言ってくれるんで、ワンノバです。ね、ここに出します。分からへん、今覚えてない。普段どこで買い物してるんですか？痛いです。僕はね、9割9分楽天な、もう毎日届くよな、大体ほぼ買い物してるときは。そうか、阪急、高級、最近ハイブランド買ってるから、ハイブランドのそのタトラスとかモンクレールとかはもう、阪急に行って、阪急メンズ館って梅田にあるんですけど、そこで買ってます。時計どうするの？何が買うの？友達買った時計な、言ったんかな、セカンドで言ってるんかな。時計もまたね、ちょっと必要なタイミングが出てきたんで、買うとは思います。どっちにしてももう買う詐欺やからあれやけねんけど、半年以内には買うんちゃう、必要になってくるから。そうそうそう、こういうので挨拶行くってなった時とかでもちょっとまああって、いやらしくないもん、あんまギラギラしていやらしいもんとか無理やし、そんな予算ないから高いのは買われへんけど、
まあ、アップルウォッチよりはちょっといいやつぐらいに変えたらいいなって思ってる。君ずっと使ってるもんな。アップルしか一番なんだよ。あ、一応2023年夏モデルで作ろうかなと思ってる予定はした。形はまあ似てんねんけど素材変えてる。また出来上がったらお伝えします。でもだから作ろうとは思ってます。前の方はもう廃盤やから終わり。基本的にはオンラインだけなんですけど、まあ、たまにポップアップもするかなっていう感じで。お店出すとねめちゃくちゃお金かかるんですよ。移動代テナント代って借りるんだけど、とうとう僕らもね、オフィスな新しいとこなるかもしれない。まだ分からんか。あさって見に行くんですけどね。変わる変わる詐欺になっちゃうからね。あ、そっかそっか。美容系の商品何を使ってますか。薬局とりあえず言ってください。で、一番安い化粧水を使ってりゃそれでいい。もうびちゃびちゃにしといたらそれだけでいいんで、もう成分とかどうでもいい。とにかく化粧水べちゃべちゃにしといたら、乾燥さえせんかったらな、シワとかシミならへんからやってます。うん、電気バリブラシとか、まあ、2ヶ月に1回ぐらい貼り行ったりとか、なんだかんだメンテナンスは変わってるかもしれない。うん、それしてから結構変わったし、やっぱ、あ、ホワイトニングもしてます。オフィスホワイトニングって言って、歯医者さんでやるやつと、ホームって言って家でやるやつ、2時間マウスピースつけるんやけども、まあ、2日に1回ぐらいはやってて、まあ、白くするように。やっぱ黄ばんでたらこうやってニーって割れた時に真っ黄っ黄やったらさ、あーってなるやんか。生活感があるね。もう思いっきり生活感あるけど、これ部屋の中で撮ったんねんからおすすめのラーメン教えてください。まあ、好きなラーメン屋ってことでいいんやろな。個人的に好きなのはちょっとタイプ違うんやけど、大阪府茨城市にある一景っていう塩ラーメンがとにかく塩では一番好きで、二郎系やったら東大阪にある愛すべきものすべてにっていうラーメンで、豚骨やったら無鉄砲。これ俺もう頻繁に行くよな。頻繁にっていうか、ほっとったら勝手に行くよな。私が風呂入ってないな、完全未遂の嫁が風呂入ってる間にラーメン屋行って帰ってくる。今年これの全く同じ形で色違い出て、ちょっと今年のは個人的にあんま好きじゃない。今年が甘い、ね、で今年はもうちょっと落ち葉みたいな色、こう男っぽい色っていうか。だからまあこんなん個人の好き嫌いやからあれやけど、これ9万すんねん。いや高いって言われるけど、やったら他の方がおすすめの段はある。同じ値段やねん。やったらそれで察して以上。ああ、なるほど。もう抽選とか今なくて、ネットで全部抽選とかやから、その店舗行って買えるか買われんか、あのドキドキとかくじ引くドキドキってもうないねん。うん、そうやね。だからね、まあ、またそういうタイミングがあればやりたいなと思いますので、その時教えてください。僕そういう情報キャッチするの苦手やから、教えてくれたら行きますので。はい。そうやな、できました。ジップの規格が一緒やね。だからジップインジップやろうと思ったらできますね。こんな感じで引っ付きます。見て、この半分オレンジで半分黒のジップ。ただ1点注意点が、ジップインジップってあくまでもジップが引っ付くだけじゃなくて、さらにこの袖口にテープが留められたりとかすることがジップインジップやねんか。だからジップの連結はできるけど、ジップインジップではないっていう、正確に言うな。首のとこも、うん、首のとこも引っ付けたりとかできるし、袖のとこもこのベルクロでギュッて引っ付けたりできるんやけど、そんなんはないから、ジップインジップかって言われたらジップインジップではないけど、ジップの連結はできるっていうのが正しい答えかなと思います。ヘリクズみたいな答えが。でもそうやって言っとかんと、うん、ジップインジップできますよなんて嘘ついたらあかんからさ。はい、うん。どうしてですか。まあそうやな、うん、どうせ着るんやったらかっこよく着たいとか、知って着たい、適当に着たくない。最近で言うたら筋トレ、趣味兼仕事みたいな。でも俺全部そうやもんな。バイクもそうやしな、バイクも好きでやってるやん、服も好きでやってるやん、趣味でもある。まあ、最近筋トレです。大人になったら何になりたいですか。大人や今まあ子供って言われてるの俺33歳で、まあでもずっと自由でおりたいな、今みたいに。それが最高です。とにかく習慣化する。歯磨きも不特定すると続かんけど、夜寝る前するって決まってるから勝手に動くやん。あれと一緒で、もう夜帰ってきたら取るって決めといたらもう習慣化になるから、それが一番いい。筋トレもそう、夕方行くって決めてたら行くから、習慣化すること。
以上。ジムでベンチプレスしていますか？あ、僕ベンチプレスはねやってないんですよ。そこまで本格的なやつはやってなくて、ちょっと絞ってるぐらいな感じだから、こういうやつはやってないです。僕ね、シュプリーム好きかどうかって言われたら、あのビジネスシュプリーマーやから、他の YouTuber の人で多分好きでやってるんやけども、僕の場合完全ビジネスで振り切っておりますので、人気があるなっていうイメージしかあまりない。それ以上詳しいことは知らない。デザイナーが誰とか全く知らない。ほんまのことやから、うん、以上。様々なブランドを扱われてきました。奥蔵さんのナンバーはやはりノースですか？全然話しくありますが、寒くなってきてノースに人いる人を見ると奥蔵さんのファンかなって気になります。あ、全然ちゃう全然ちゃう。そんな街中で何人もノース着てる人とすれ違うけど、そうな、大体ノース着てる人ほど声かけられない。だから全然そんなことないし、一番好きなの何って言われたら、ものによる。ダウンやったらノースじゃないし、でもマウンテンジャケットはノースやし、フリースはパタゴニアやしって、こうジャンルによるから、うん、まあ料理屋で言ったら、あの専門店みたいな感じで、あのファミレスで全部食えるけど、肉やったらステーキ屋行きたいし、パスタやったらパスタ屋行きたいやんっていう感じ。全部がノースではないっていう。お疲れ様です。ベルトの作業ってありますか？ベルトない。思い出ながらノースのダウン着くんでください。俺今度それそこそさ、秋田と山形で2人で行くやん。その時を持っていこうかなと思ってんねん。ちょっと検証しようかなと思って。どうせ行くんやったら僕は全然いいんですけど、嫁像がね、あんまり場所を知らんの嫌なんですよね。だから出さないんです。あのサーフィンはビジネスじゃなくて丘。サーフィンあのビジネスにしても全然あの別にマネタイズにならへんから、サーフィンはねビジネスじゃないんですよ。あれはオカサーファー、カッコつけてるだけやから、あれはオカサーファーって言うんですよ。でシュプリームはビジネスになるから、あれはシュプリームビジネスシュプリーマーって言うんやけども、ビジネスにならないものはオカと言います。奈良の観光スポットを教えてください。奈良はねラーメンがとにかくうまいんですよ。だからラーメンに行ってください。でそれ以外ではソニー高原、僕も行ったことないけど行ったことない。道きれいやもん。映像映えするし写真映えするから。行ったことないけど。デニムの販売はしないのですか？デニム？ジーパンってこと？デニムマウンテンパーか？何かしらあります。これでも大学です。完全に大学の時、アパレルのアルバイトしたから好きになった。ジム、筋トレします。私服の質問結構あってんけども、俺の私服って自分で作ったやつや。だから言ってもおもんないなと思うから言ってないだけで、基本はやっぱ自分で作った服が一番好きなんやな。だってないから作ってるから。あるんやとそれ着てるからさ。意外とシンプルな服がいい、私服は。けど動画映えするために明るめの色を選んだりする。柄とか夏柄の服着とるやん。バレた。夏は柄かもな。でもダウンとかでそんな派手なやつってあんま着んよな。シュプリームめっちゃ派手やんけ。あ、そっか、あれもらったやつだからかな。あれもありがたいけどな、うん、何かに派手みたいですわ。関西人やな。好きな音楽ジャンルやアーティストを聞いてみたいです。僕特にないんでね、嫁が聴いてるやつを聴いてる。で嫁が今最近 INI 聴いてるな。だから聴かされてる。車の中入ったらまた INI ずっと流れてるから、なんか顔とか覚えてないけど歌だけ覚えてきてるっていうことでね、あのライブ応募したみたいで、そう当選できること祈っております。ちなみにあの来年年明けに、MISIA さんのライブに行きます。僕たちね、あのプロ の, あのアーティストの、ライブを味わいに行こうということで行きますので。おいっ子いますか？行きます。おいっ子3人とめいっ子1人。いつになったら何に連れてくれるの？あ、それあれやん、教え子。あ、そうなんだ、うん、だからそれはな、あのその子を引っ張っていきたいなと思って。いずれもう20歳過ぎたと。過ぎてるよ全然。怖っ、すごい早っ。お金稼げるようにアドバイスしたいなって、アドバイスかな、支えたいなと思います。モンベルで一番好きなアイテムは何ですか？モンベルね、持ってるんやけど全く着ない。正直なところ言うと全く着ない。ジャケットもダウンも全く着ない。あるよ、あるけど着たことか見たことないやん。俺がモンベル全く着ない。アルトリの防風性とマウンテンパーカーのダウンとでは暖かさ何でしょうか？これでも厳密に言うと若干違うねんな。っていうのも暖かさってもちろん風をどんだけ止めるかやんか。で生地って薄ければ薄いほど同じ防風でもひんやり度は伝わるやん。風は全く入ってこへんけど壁って薄かったらさ、なんか冷気伝わってくるやんか。それと一緒で生地って薄かったら冷気伝わってくるから、マウンテンダウンの生地分厚いから冷気が伝わりづらい。だから同じ防風やって言ったらみんな、薄かろうが厚かろうが防風でいいんやと思ってるんやけど、じゃなくて生地は分厚ければ分厚いほど冷気が伝わりづらいので、そこにまたダウンがあったりとかするって考えると、マウンテンダウンの方が冷気をシャットダウンできて
保温力があるって考えるのが、まあ、一般的かなと思うんですけど、まあ、その分、機動性は落ちるから動きやすさとかはもう生地が分厚くなればなるほど劣ってくるっていうのが、まあ、答えになるんじゃないかなと思います。理論的な答え。ラオジャケット着てる人は話しかけても構いませんか。どういうことどういうこと。俺をちゃんこでよく見かけてご自身がラオを着てる時に話しかけてもいいですかっていうこと。分かんない。とりあえず誰かがどっちかがラオジャケット着てればいいんじゃない。俺が着てればいいってこと。でも話しかけてください全然いつでもね。ただ猛スピードで走ってるけどチャリンコ止めれるかなと思いますけど、はい、全然話しかけてください。老後の資金についてはですね、あんまり嫁と詳しく言わん方がいいんかもしれんけども、積み立てを、10万円分毎月してて他の貯金もあってっていう感じなんで、60になった時に4000万か5000万降りてくるようにはなってます。なので、まあ、お金にはそんなに困らんようにはしたいなと思って毎月10万、積み立てと、別で貯金をしております。ウールリッチのダウンね、もう買ってレビューしてるから、またもう動画上がってるんかなと思うんでまた見てください。お酒好きですか。お酒好きですけど、体絞ってるからもう一滴も飲んでません。もう飲まないと言ったら飲まない。とにかく有名ブランドの新作をバンバンたくさん購入されていますが、クローゼットに入りきってますか。もともとクローゼットなんか入りきてないな最初からな。部屋をクローゼット代わりにしてる。もうこの一室は全部クローゼットっていう状態で映せられへんけど、嫁そういうものから映されへんけど、ダッとある。まあセカンド動画見てくれてる人は知ってるよ。ここ何回も映してるから、こう入りきてないっていうのが答え。青ジャケット持ち、待ち着できるフリース購入予定です。デナリかガーサミットどちらがおすすめですか。デナリ買うんやったらバーサミットの方がいいんじゃかな。多分バーサミット今年からちょっと変わってるんだよな。多分おっしゃってるので、このデナリジャケットかこのバーサミットって言ってはるんやけども、なんか周りにノースフェイス着てるって思われたんやったらこっちの方がノースフェイスっぽいんやけど、こっちってロゴとかあんま目立たへんけど使い勝手はこっちの方がいいんやんか。で生地の単価自体も多分こっちの方が高い。だけど値段は変わらない。こっちの方が消費者的には得やけど、ノースフェイス的にはこっちの方が売れた方が嬉しいと思う。言うとくだいたい2日に1回同じ格好してるからな。え、1日目が例えば A、 2日目 B ってなったら3日目 A、 B、 A、 B、 A、 B の繰り返しやからな。で季節がちゃうだけやから長くなったりするだけやから。なんか黒パンなんか今履いてるのなんか毎日履いてるやん。エンドレス黒パンやん。よりだから経年変化が出やすい、風合いが出てくる。どんどんまたセカンドで言うわ、ポーラテックの記事あるんですよ。で記事見本があるから、これでこうこうこうでこんな感じで毛足がこうでとか喋るんで、またそれはセカンドでちょっと喋りますか。ジャパンメディアの YouTube かどっちかで喋ります。今年はね、ちょっともう金沢行くことないんやけども、東京とかでは買い物動画撮りますので、ここからね、また楽しみにしていただければなと。ちゃんと撮影許可も降りてるところもありますので、ちょっとバンバン出てくるかなと思います。梅沢さんの好きな料理は何ですか。まあ基本料理うまいからな。オムライスとかも好きやろ。でハンバーグもうまいやん。で昨日の唐揚げとかもうまかったやん。まあ大体同じようなレパートリーずっと回ってるから。まあ毎日豆腐とかも出てくるし、サラダも出てくるし、副菜とかメインとかさ、いろいろ出してくれてるやん。だから何か出る経営の能力をもらえるとしたら何がいいですか。それはやっぱ言うこと聞かす能力じゃん。なかなか言うこと聞かへんから。で君よ、なかなか言うこと聞かへんからさ、大変なんよ子守も。こっちはこれでパッと言うと言うこと聞くんやったら楽やん。あ、それまた動画出します。これ今からここ行きますよっていう動画出すんでね、もう僕の手元からも離れるけど。もうね、時計はね絞ってるんですよ。何個かに絞ってて、でそのうちどれにしようかなって感じで思ってるんで、近々かなって思います。靴はナイキ派とかニューバランス派とかありますか。結構履き心地大事にしてると思います僕はね。だから履きやすいやつとかが大事だから、ブランドはあんま気にしないかもしれないですね。オネオネとは思いますか。他オネオネな。他っていうの普通オネオネじゃない、他やね。打つ、まあまあ波もあったりなかったりやけども、薬飲んでますよねずっと。ほんまにまあ向き合うしかないからね。インスタグラムの方で拝見したアートメイクの結果、アートメイクをしようとした結果
でもね、アートメイクはね、これやると映像とか写真とか動画が映えしやすいんですよ。だから基本的に多分皆さん見てる、モデルの人とか俳優さんとか YouTuber の方とかってこう化粧されたりとかする方多いんですけど、僕化粧はしたくないからもうアートメイク入れちゃって、もう全く化粧なんかしてないんですよ普段もね。でそれだけで映像映え全然変わるんで、まあ、そのためにやったって感じだから、別に映像に出る出演者じゃなかったらやる必要ないと思うんやけど、まあ、あの映画マンの人とかもちょくちょくやってはるらしいです、噂によると。ちゃうちゃうちゃう、全然ちゃう、男の人は特にちゃうと思う、うん、だから、まあ、やりたかったらやったらいいと思うし、濃い人はやらんでいいと思うけど、薄い、僕みたいに薄い人はやった方がいいかもしれない、うん、マムートに行く前に、その前にいろんなものがあるのよ。マムートっていうブランドやねんけど、ノーセスまた新作出したりとか、サバサバヘア出したりとか、モンクレー出したりとか、いっぱいしたら、それ買ってる間にその奥まで行かれへん、いつも。だから結局買えてないだけで、全然興味あるかじゃなくて、それで買えてないっていう。いや、好きな YouTuber とかってあんまよくわからんねんけど、嫌いな YouTuber も特にないんやけど、これ YouTuber とか YouTuber じゃない人に限ってもそうやねんけど、ようセカンドで言ってんけど、後ろ向いてる人あんま好きじゃないね。過去の話ばっかりする人嫌いで、前向いてる人が好きっていうのが、これ YouTuber だけじゃなくて人間として好きか嫌いかっていう。今後の展望ね、ここで喋ったらマジで終わらんくなるから、それはもうセカンドでいつも喋ってます。今年は日本一周結構行ってたから行く時間なかったんですけど、来年は結構時間余ってくるんで、ほんまに趣味に使える時間結構増えてくると思います。毎月1週間今年は休んでたけど、来年も1週間休めるような時間帯になってるんで、別に趣味なんぼでもできるんかなと思って、来年はねやってみてもいいかなと思います。体重はめちゃくちゃ痩せてきました。戻ってきてる。で、何やったら戻ってきた上で筋肉もついてきてるから、一番いい感じで仕上がると思う。2、3ヶ月したら。これオーダースーツ作ったの1ヶ月前やん。ウエストな、ガボガボなってん。めっちゃキツメン作ったやん。僕痩せるんで、キツメンしといてくださいって言ったけど、あの時もパンパンやったけど、もう今ガボガボやん。野球はやりません。しんどいから。ヨーロッパ。と、アメリカのロサンゼルス。古着って生地の買い付け行きたい。あれはね、別に売るつもりもないし、なんやどっかで販売するつもりとかなくて、ただただそのパーカーの付属でつけようと思って、今もともとのやつがなくなったから新しく作っただけで、別にそんなになんか特別そんな気に入ってもらえると思ってなかったからな。まあそうやってもらったら嬉しいけども、まあそんななんかパーカーの付属でついたりとかしてるかなと思います。大観山と何かマウンテニア、うん、前通ったやん。撮ってるよ、何回も撮ってるよ、大観山のとこ。これ七海会でってノーセスとコラボしてよ、パープルレベルやってるやんつって。唯一スプリングコートは興味ある。10万ぐらいするゴアの春のコートみたいなのあんねんか。それはなんか面白さやなと思う。ヤマト大好きなとこ。ヤマト大好きなとこ、もういつも言ってるけど、やっぱ明るいところとかニコニコしてるとこ、そして愛嬌あるのはもう才能やから。もう君の才能やねん、ズバ抜けてんねんか。で、人間って自分の才能気づかへん、普通やから。だけど俺にその愛嬌ないやん、ニコニコしないやん。だから俺がこうやってニコニコしてたら見てみに行かれ、 SF 動作になってるから一気になんか売られそうやろこんなんやから。だからそれはやっぱ才能やから、すごいいいとこやなっていつも見てて思います。はい、ということでね、まあ、今回質問動画撮らせていただいたんですけども、まあ、また何かタイミングがあればちょっと細かく言わなあかんこととかは別動画でまたお伝えしていったりとか、そのレビュー動画してください、こうウールリッチとかって別でまだ動画やってますので、下の方からね、セカンドチャンネルもあったりとか、あとまあ服の話だけしてるジャパンメディアのチャンネルもあったりするんでね、また見ていただければなということで、本日はですね、質問動画に答えてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。